配偶体とは、世代交代を行う、植物、藻類もしくは菌類などで、単層、すなわち相同染色体を一組のみ持つ世代もしくは、多細胞体を言う。大院義語は、放子体。配偶体は、細胞分裂により姿勢、または、優勢の配偶子を作る。子有量性の配偶子が融合すると、複層の接合子ができ、これが、細胞分裂を繰り返して、 多細胞の胞子体を形成する。成熟した胞子体は減数分裂により胞子を形成し、この半数体の胞子が細胞分裂を繰り返して配偶体を形成する。また、配偶子を形成することから、これが有性生殖であるとし、この世代を有性世代と呼ぶこともある。苔植物では配偶体が普通に見られる植物体である。初期の配偶体は、 原子体といい、それが発達して形容体、または養状体の形をとる。その上の増卵器と増生器で卵子と精子が形成される。受精によって胞子体が形成されるが、胞子体は配偶体に寄生して胞子を作るだけである。死だ植物の配偶体は全容体といい、苔の配偶体よりはるかに微小であるが、養状体に似て扁平で、 地面に生育するものが多い。一般に胞子体が育つと枯れるが、一部の種では長く生き残る。全葉体は種によって、子有胴体、または子有遺体のものがある。子有遺体の場合は、配偶種としてそれぞれ卵子と生子の一方だけを作る。その元になる胞子にも区別があって、それぞれ大胞子、小胞子という。出植物の祖先もこの子有遺体タイプだったと。 考えられる。出植物の配偶体は、顕微鏡レベルにまで退化し、栄養体である、放子体に寄生する。死性配偶体は、胚珠内の肺の有性配偶体は花粉である。裸肢植物のうち原始的な性質を保つ、ソテツ類及び胃腸では、小配偶体が、胚珠上で成熟して、精子を作り、これが、卵細胞と融合する。その他の裸植物では、 精子はできず精細胞に対化している。また、ラッシュ植物の排入も大配偶体に由来する。騎士植物では、花粉は排種に到達せずメシベの中等につき、ここで花粉管を発芽して、性格を排種まで送り込む。多細胞藻類では、胞子体と配偶体が同型のものもあるが、多くは配偶体の方が小さい。ありがとうございます。